リリリブブンンンバイゲイッッジアットペリカン2日目最終18番渋野日向子はようやく暑さ1のスタートホール以来となるバーディを奪った初日17位と上場のスタートを切りながら73で通算1アンダー62位まで交代カットライン上でギリギリ掴んだ週末の切符に複雑な感情を隠せない通過の望みを残せたのは良かったとは思いますけど反省が多すぎて何とも言えないとうつむいた ウェッジショットをピンに絡めた1番でバーディ発進。グリーン手前から寄せワンでしのいだ2番の後は2パットのパーを並べる中、7番パー5で空気が一変した。バンカー声となる左奥のピンまで40ヤードほどの3打目を奥にこぼす痛恨のミス。すごく残念。バーディを取りに行きたかったホールで攻めすぎました。あれだけオーバーしてしまったのはあの距離の練習不足ボギーを喫したショックを引きずるかのように続く8番でもスコアを落とした。 初日66を支えたパッティングでこの日はフラストレーションをため込んだ18ホールで用したパッパット数は初日の25から33まで膨らんだ決めたい気持ちがあった分ストローク自体も急ぎすぎてちょっとパンチが入っちゃったりっていうのもあるのかな自分が打つストロークに対してのライン取りができていなかったから全部抜けるわなーって感じでしたタッチが合わなければキャディのジョン・ペネットさんと2人でじっくり読んだラインを通すこともかなわない カップを一筋外れるシーンが相次ぎ、14番パーコで必死に作った2メートルのチャンスを、今度はショートさせて、悲しかった。なんとか抑えていたイライラまで、溢れ出せそうになった。今年1年を物語っているラウンド。ひどい流れだったと、切り捨て、現状をシビアに受け止める。結局、自分の技術が足りないとか、メンタル、我慢強さが足りないとか、そういうものになるのかな。現状の62位タイでは、81位のポイントランキングが、84位に下がってしまう。 80位までのフルシード権へ、あと2日間での浮上が増すと、残り少なくなっていくチャンスを何としても活かしたい。渋野ひな子はカットライン上で 2R 終了、かつ南首位争い。首位に4打差の17位から午前7時10分に第2ラウンドをスタートした渋野ひな子は2バーディー5ボギーの73とスコアを落とし、カットライン上の通算1アンダーでホールアウトした。 同じく午前組で2位から出たかつ南は5バーディー2ボギーの67と伸ばして通算10アンダー終了時点で首位と2打差の高位置につけている渋野日な子は最終組がスタートした時点で60位前後のポジションにおり65位タイまでの予選通過は午後組の結果に委ねられた 今週を終えた年間ポイントレース80位までに付与される来期シード争いにおいて県外にいる81位の渋野ひな子が滑り込むには予選通過が必須の状況となっている。渋野ひな子耐えた6618番第2打ラフに生まれ池ポチャ回避終わったと思ったらボールが耐えてました。渋野ひな子は66と伸ばし17位で初日を終えた。合計25パットとグリーン上で粘った渋野ひな子はパットに助けられた。 ラッキーも多かった分、最後まで前向きに回れたと、充実感を滲ませた。前半の18番では、池越えの第2打が失速したが、グリーン手前のラフに埋まり池こちゃを回避。奥のエッジから6メートルをねじ込んでパーをセーブし、終わったと思ったら、ブスッとなった。ボールが耐えてましたと笑った。シード圏外のポイントランク81位に位置しているため、予選を通過してポイントを稼ぐことが必須。 一日一日、一打一打を大事に、悔いの残らないようにしたい、とうなずいた。シード獲得へ、決勝 R ある進出が、絶対条件。渋野日向子はいきなり2.5メートルにつけて、バーディ発進。米国女子ツアーの来季のシードをかけた最後の戦いは、第2ラウンドが始まった。年間ポイントランキング80位以内に与えられる、来季のフルシード権。渋野日向子は、県外の同81位で、今大会を迎え、第1ラウンドは、4アンダー17位タイの好発進。 二日目は日本時間の午後9時10分にアウトコースのトップでスタートした出だしの一番ホールはフェアウェイからのセカンドショットをピン左2.5メートルにつけてバーディ発進トータル5アンダーとして2番ホールに入ったフルシード獲得のためにはポイントが加算される決勝ラウンド進出が絶対条件となる第一ラウンドを終えて8アンダーでトップに立ったのは9バーディ1ボギーの62をマークしたブルック・ヘンダーソンカナダ 一打差の7アンダーで、勝つ南エミリー・ペダーセン、デンマーク、コー・チンヨン、韓国、パテ・タバタナキと、タイの4人が続いている。この後、2位タイでスタートした勝ちは、日本時間の午後10時27分、古江彩香は、日本時間の11日、午前2時19分、西村優奈は、午前2時41分に、いずれもインコースで、ティオフを迎える。勝つ南米自己最小タイの63、1サザンテイ2位の後発進、久しぶりに納得のゴルフができた。月もあった。 日没のため、一人がプレーを終えられなかった。かつ南、25、明治安田生命が8バーディー、1ボギーの6死有3をマークし、首位と1打差の暫定2位と好発進した。渋野日向子、24、サントリーは66と伸ばし、同17位。西村優奈、23、スターツは69で同62位。古江彩香、23、富士通は70で同76位。ブルック・ヘンダーソン、26、カナダが62で同首位に立った。 首位と1打差の暫定2位で発信した勝ちは久しぶりに納得のゴルフができた。月もあった。たまにはこういう日もないと楽しくないと笑みを見せた。パー5の7番ではティーショットを右隣の4番のフェアウェイまで曲げた。しかしティーショットは失敗だけどすごくアングルが良かったと 3W で230ヤード先のピンを狙い10メートルに2オン2パットでバーディーを奪った。 10番からは3ホール連続で伸ばし、14番と15番は1メートル強につけて連続バーディー。後半は30で回り、米ツアー自己ベストスコアに並ぶ6市 U3 を叩き出した。次週の最終戦は、ポイントランク上60人だけが出場するため、同80位までに付与される、来期シードを争う戦いは、今週で決着がつく。 勝ちは当落戦場の78位だが、米ツアー経験者の有村知恵らに助言をもらい、ポイントと関係なく自分のゴルフだけ考えることが大事と自身のプレーに集中している。二日目に向け気持ちを切り替えて頑張ると力を込めた、かつ南を変えた有村知恵の助言。気持ちがすごい楽に2位高発進。気にしない方が逆にいいんだな。米女子ゴルフ。 来季のシード権をかけた最後の戦いで、ポイントランク78位の勝みなみは63で回り、7アンダーで首位まで1打差の暫定2位と好発進した。ランク81位の渋野ひな子は4アンダーで暫定17位。今週を終えて、ランク80位までの選手がフルシードを得る。8アンダーの暫定トップはブルック・ヘンダーソン、カナダ。日没のため、1人が第 1R を終えられなかった。 フルシード獲得へ予断を許さない状況の勝ちだが、さほど悲壮感はない。9月に一時帰国した際、米ツアー経験者の有村知恵に話を聞く機会があった。あまり気にしない方が逆にいいんだなって思った。そのポイントのためにゴルフをやってるわけじゃないって。すると気持ちがすごい楽になったと言う。それが8バーディー、1ボギーにつながった。63は今季ベストだ。10番からは3連続で取った。 10番は4メートル、11番は2メートル、12番はまたも4メートル。パッティングが好調で、いい感じ。ラインもすぐ決まって、イメージもリズムもすごくいい。パー5の7番では、第1打を隣のホールに打ち込んだが、たまたま次打は、木も邪魔にならず、残り230ヤードから、10メートルに2音させた。月もあった。たまにはこういう日もないと、楽しくないじゃないですかと笑った。シード確保どころか、米ツアー初優勝の可能性も出てきた。 やっぱり気合の入り旅も違うし、最後はいい形で終わりたい。伸ばせるホールと守るホールのメリハリをつけて、同じような気持ちで明日も終われるように頑張りたいと、目線を第 2R に向けた。